So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we...インテリア業界に入って早10年、仕事一筋で頑張ってきた私。上司からは怒られて、新人の子は全然言うことを聞いてくれない仕事に悩む日々。彼氏なんて数年いない。でも私だって恋をしていないわけじゃない。3つ年上のたまに来るお客さんに、私は密かに恋をしていたんだ。どうせ彼女の1人や2人でもいるんだろうと思いつつも、あわよくばの期待を持ちながら、その人が来店するのを密かに楽しみにしていた私。その彼がうちの店に通い出してから3ヶ月ほど経ったある日のこと。その日は少しイメチェンしてみようと思い、いつもとは違うネイル、髪型だった。お店も閉店間際、帰りの支度をしながら店の後片付けをしていると、あの彼がやってきた。いらっしゃいませ。あれ、今日平日なのに珍しいですね。にっこりと笑う瞳。その彼はいつも土日に来る人だった。走ってきたせいかぜいぜい言っている彼、意外に運動は苦手なんだな。その時の彼がぜいぜい言ってる姿と、突然の甘い言葉でキュン死しました。で、今の髪型じゃ商品見ずに瞳さんの方ばっかりに目がいっちゃうから。 Please repeat after me. で、今の髪型じゃ商品見ずに瞳さんの方ばっかりに目がいっちゃうから。